バードギース州はアフガニスタン西部の州である。面積は2794平方キロメートル。総人口は約47万人。人口密度は23人平方キロである。バードギース県バドギース州と表記されることもある。州とは叶えなう。州の名称はペルシャ語に由来し、風が生じるところ、または風の家という意味である。 日本の四国よりも広い州である。バードギース州の北部はトルクメニスタンのカラビリ高地とヒンドゥークシュ山脈に挟まれた地域である。高地と山脈の間には谷があり、山脈から幾筋もの川が流れてきて集まり西へと流れていく。中部にはヒンドゥークシュ山脈の尾根の一つがあり、トルキスタン山脈と呼ばれている。最高峰が百九十七メートルに達する。 山脈は州の東部で途切れて、その西をムルガーブ川がトルクメニスタンのマルシに向かって北へ流れていく。バードギース州の南部は山脈と山脈の間の高地になっていて、ムルガーブ川が東から流れてくる。州の西部は比較的標高が低く、州とカライナウがある。州の南端にはまた別の尾根があり、パロッパマイサス山脈やサフェード高山脈と呼ばれている。 アフガニスタンの中でも最も開発が遅れた州であり、飲料水や道路が不足している。現在、ファーリアーブ州海イサール軍以降で中断している、アジアハイウェイ76号線の工事や、貯水池建設などが行われている。麻薬栽培や治安の問題はあるが、アフガニスタン北部と西部をつなぐ位置にあり、安定化が望まれている。5世紀から7世紀のアフガニスタン北部は、 トハーリスタンと呼ばれており、エフタルが治めていた。エフタルは一時は広大な領地を獲得し、サーサーアン・アサの政治を左右するほどの力を持っていたが、6世紀に突決に敗れて衰退した。7世紀後半になると、イスラム帝国が勃興し、サーサーアン・アサを倒した。英語版ウィキペディアによると、エフタルやヒルカニアのカレン家はイスラム帝国に対して、 大規模な反乱を起こしたという。しかし705年、イスラム帝国のアブーハフスクイタバブンムスリム将軍は、バードギース州にいたエフタルのタルハンネザーブを倒した。その後アフガニスタンは、中国の塔やチベットのトゥバン、イスラム、トルコ族が入り乱れて、戦乱状態となり、ヒンドゥー教や仏教を信じる、土孔国は、次第に滅亡して行った。 バードギース州の領域は1962年まではヘラート州の一部だったが、1964年頃に分割されて独立した州になった。1997年のアフガニスタンの状況。赤がマスード派、緑がドスタム派、木がタリバーン1989年にソ連軍がアフガニスタンから撤退しても、ムハンマド・ナジー・ブラーが率いるカブールの共産党政権は、 なんとか持ちこたえていた。共産党政権は、ムジャヒディーンに対抗するために、民兵を組織して、幹線道路を守らせた。民兵の中心は、バードギース州周辺のウズベク人で、ジョーズジャーン州のラシット・ドスタムやファーリアーブ州のアブドゥル・マリクなどが率いていた。しかし1991年に、ソビエト連邦が崩壊すると民兵に動揺が走った。 1992年、ドスタムは共産党政権を見限って、アフガニスタン北部最大の都市、マザーリ・シャリーフで自立し、カブールの共産党政権を倒したがすぐに内戦が始まった。ドスタムは総兵力5万人を要し、ジョーズジャン州やバルフ州を中心に支配地域を作り上げた。ドスタムの支配地域は宗教的に寛容で、 対外的にも一種の独立国のようになっており、バードギース州もその一部だった。アフガニスタンでは、その後ターリバーンが誕生し、内戦は三つどもへの戦いとなった。1997年12月、ターリバーンは州都カラエナウを占領し、ファーリーアーブ州に侵攻したが、ドスタムの騎兵隊に撃退された。1998年6月、 ドスタムはカラエナウを奪還し、ヘラートに向かったが、逆襲されて、ファーリアーブ州やジョーズジャーン州を失った。8月には、マザーリッシャリーフまでもが陥落し、ドスタムの支配地域は崩壊した。2007年の治安状況。危険は低いが、麻薬栽培が行われている2001年4月、バードギース州では干ばつによって難民が生じていた。9月。 アメリカ同時多発テロ事件が起き、10月にはアメリカ合衆国がアフガニスタンに侵攻し、有志連合や北部同盟とともに戦闘を開始した。ドスタムは北部同盟に加盟し、イスラム教会のアタモハマドヌールと協力して、11月にアフガニスタン北部からターリバーンを追い払った。2004年10月、第1回の大統領選挙が実施され、バードギース州では、 ハーミド・カルザイが最多得票を得た。その後、治安維持は、軍閥ではなく、国際治安支援部隊が行うことになり、第2段階として2005年5月から、アフガニスタン西部で活動を開始した。ファーリアーブ州の担当は、スペイン軍が指揮するカラエナウ地方復興チームだった。2005年9月、第一回の下院選挙と衆議会選挙が行われた。2007年、 戦争は激しさを増し、バードギース州では晴れかて夜作戦が行われたが自爆テロや無差別爆撃によってアイスや民間人に多数の犠牲者が出た。2008年は干ばつによりアフガニスタン北部や北西部、中央高地などで食料価格が上昇し出稼ぎや難民が生じた。同年、タリバーンの拠点になっていたゴールマーチ軍を ファーリアーブ州の管轄都市、ドイツ軍やノルウェー軍がイタリア軍を支援してカレーズ作戦が行われた。一方、ターリバームはバラモルガーブで待ち伏せ攻撃を行い、アフガニスタン治安部隊の補給部隊に被害が出た。2009年8月、第2回の大統領選挙が実施され、バードギース州ではアブドラ・アブドラ元外相が最多得票を得た。2010年、 第2回の会員選挙と衆議会選挙が行われたが、戦争はさらに激しくなり、アイスや民間人の死傷者が急増した。バードギース州でもゴールマーチ軍や隣接するファーリアーブ州のアルマール軍で相次いでアイドが爆発して、ノルウェー軍に戦死者が出た。アフガニスタン軍や多国籍軍はタリバーンの影の州知事を含む幹部5人を殺害し、 1400人のターリバーンを投降させたという。2010年1月、ゴールマーチ軍でアイスの戦車にアイドが直撃し、ノルウェー兵一人が死亡した。8月には、カライナウで訓練中の警察官が同僚のアイス兵士に発砲し、スペイン兵3人が死亡した。2011年1月、アフガニスタン軍兵士が同僚のアイス兵士に発砲し、 イタリア兵二人が死亡し、2012年5月には、ゴールマーチ軍で自転車爆弾が爆発し、衆議会議員一人など9人が死亡した。2012年12月、アイス軍は、カラエナウシとアーベカマリー軍の治安権限をアフガニスタン軍に移乗したが、2013年現在も、戦闘やテロは続いているようである。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、 バードギース州では、アブドラ・アブドラ元外相が最多得票を得た。2017年8月、ゴールマーチ軍の陸軍基地が、ターリバーンに20日間包囲されたが、特殊部隊が救援に駆けつけて、陥落を防いだ。チャイニーズキャンプには80人の守備隊がいた。2018年8月、2017年に引き続き、ゴールマーチ軍のチャイニーズキャンプ基地は1000人のターリバーンに包囲され、 孤立無援で陥落した。キャンプには106人の守備隊がいたが、軍はガズニ州の攻防戦やジョーズジャーン州のイスラム国部隊の降伏などに暴殺されて、ヘリコプターが足りず、ゴールマーチ軍まで支援の手が回らなかった。2021年2月のパジャオックアフガニュースの電話調査によると、タリバーンはゴールマーチ軍を完全に支配しているという。 2021年7月7日、ハッサムリン・シャムス州知事は、タリバーンの攻撃で州都を除く6軍べてが、陥落し、州政府の庁舎と軍司令部のみが、政府軍の支配下にあり、政府高官5人と数十人の兵士が、タリバンに参加したと述べた。同日、タリバーンは州都を攻撃した。しかし、アフガニスタン軍や民兵が反撃し、 部族の長老の仲介により7月16日に停戦した。しかし8月12日、ターリバームは停戦を破って再び州都を攻撃した。バードギース州の軍一四六軍を要する。人口が最も多いのは州を南北に流れるムルガーブ川の流域で、ムルガーブ軍と南隣のカディス軍に多くの住民がいる。バードギース州の小麦と大麦の生産量は、 平均的でアフガニスタン最大のピスタチオの森がある。バードギース州で最も人口が多いのはタジク人とパシュトゥーン人だと言われている。その他にはウズベク人とトルクメン人が続き、バローチジュニア、アイマークビとドゥラニパシュトゥーン族などの遊牧民もいる。ありがとうございます。